高速バス個室で大阪へ、南海電鉄難波駅の社員食堂で朝定食を食べて西成へ、西成愛林地区で過ごした記録映像に西成の友達の話乗っけていきます。ちょっと前に西成の友達と連絡が取れないという投稿をしましたが、まだ取れないのでもっと詳しく聞いていただきたいと思いました。入院をする予定があると聞いた前後のこと、二人で通天閣にできた巨大滑り台を見に行った帰り、新世界のマクドナルドへ行こうとしたら、タバコ買うから先行ってて、一緒にスマホ決済で注文してと言って、結局払わなかった人がマクドナルド内禁煙なのにタバコ買うから先行ってて、でもちろん家があり、タバコを買う余裕のある人におごるつもりはありません。ドリンクとソフトクリームだけど、無料クーポンはあげたので100円になり、100円請求したら、ああ、財布の中に最後に残る100円と言って渡してきました。財布に100円しか残らないならタバコ買わないって。それから会話の中で、コーヒーであれば M サイズ100円になるクーポンがあるから、私はソフトクリーム無料と M サイズ100円ドリンク、あなたは S サイズドリンク無料とソフトクリーム100円、コーヒーにすれば同じ価格で M サイズなのに、そんなにオレンジジュース好きだったっけと聞くと、コーヒー飲まないようにドクターストップかかってるで、は、コーヒー止められてるならタバコもダメでしょって聞くと、止められてるって言うんです、守ってないんです。しかもはっきりタバコはやめれないという意思を医師に伝えてるようなんです。呆れた。この時にちょっと記憶が定かではないけど、タバコはやめて受ける手術があって、タバコをやめれないからその手術は受けないと伝えてるみたいなこと言ってて、呆れた。いつかけても電波の届かないところにというアナウンスが流れる。これまで入院しててもこんなことはなかった。西成の友達と元気に遊び歩いてる時の方が充電がおろそかになって充電切れてることがあったけど、入院してる時は充電切れなかった。彼はマクドナルドでタバコはやめれないので手術もやらない言ってる時、今のこの常に充電切れの状況を想像したでしょうか。ソフトクリームとドリンク S、 彼にとってはペロリ、食べるとすぐ先に出てるわなと言って、退店。夏は暑いので日が落ちて青っていうのが、自分は蝶型なので気に食わない。朝電話がかかってきて、今日こういう用事ができたから昼までは無理だからってドタキャンの連絡入れてきた。気に食わないからこうしてやる、泣く調で言われたけど、朝約束してないって。感じ悪くドタキャンを叩きつけ、感じ悪く昼からなら大丈夫かもしれないし大丈夫じゃないかもしれないって、昼も約束してないんですよ。理由も丁寧に説明しています。夏の日差し苦手と。結局会ったのか会ってないのか忘れましたが、狭い西成愛林地区、東京に戻る前に偶然会ったんです。あ、ラピート様素敵。友達は友達と立ち話してました。話を遮るのは悪いし、帰る時間だしで
簡単に挨拶して通り過ぎたら、ついてきたんです。友田とは置いて、一人でついてきて、また衝撃のセリフを吐いたんです。お小遣いあげようか。は？マクドナルドでお金ない言ったのが恥ずかしくなったのでしょうか。ちょうど給与が入ったようなこと言ってました。給与入ると大盤振る舞いはやばいって。あとお小遣いあげようかはよくない。最後の100円が関西人ギャグ、自虐ギャグなところもあるのかもしれない。でもお小遣いあげようかはよくないと思う。怒りを抑えるためと時間がないのとで私は去りました。それに怒って着信拒否。そんなはずないと思いつつもすっきりしたいので、ソフトバンク電波の届かない着信拒否で検索。要はソフトバンクは着信拒否のアナウンスに電波の届かないところにが選択できるか否か調べたんです。そしたらヤフー知恵袋で同じ質問してる人いて、なんかちょっと嬉しくなった。質問してくれた人も答えてくれた皆さんもありがとうございます。なわけなかった。着信拒否のアナウンスに電波の届かないところにない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 あるわけない、私ったらもう。でもでもですね、これで友達の重病説の可能性が高まってしまった。入院してるのってショートメール20日以上届いてない。電源オンにしたら勝手に届くと思うから、偶然電源オフの時にかけてるんじゃなくて、ずっと電源オフになってるんだと思う。何かトラブルに巻き込まれて電源オンにできないとか、プリペイド携帯って期限があるから今に現在使われていませんになるかもしれない。もう心配したのに、ここ2、3年でプリペイド携帯持ったけど持ってない時期も結構あったから、スマホに飽きてただけだなんてと呆れたい。立ち話、公園に集まって話しする文化が根付いてるもんでねってのんきに言われたい。聞いていただきありがとうございました。また聞いてくださいね。